愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。ひとまず共通テストをね、受けられた皆さん本当にお疲れ様でした。まあね、ほとんどの方はこれがまだ通過点ですし終わりではないですけれども、まあ初めてね、こう受験制度が変わって、まあ、センター試験から共通テストに変わって、で内容もね、だいぶまだこれ取ってるのが1日目終わった後なので、その初日の文系科目しかね発表されてない、分かってないですけど、だいぶ難しくなったという中でね、本当に大変だったと思います、ね。うまくいってない方もいるかもしれないですけど、言わせてください、本当にお疲れ様でした。ではですね、今週のテーマは、鮮度の落ちる言葉というテーマで話していこうと思います。で、何かっていうとですね、まあ、言葉って、まあ、ありますよね。皆さんもちろん言葉を発すると思うんですけど、で言葉を発する前には何か思いがあって基本的に発しますよね。こういうふうに思ったからこの言葉を、意見を出すとか、例えば人にこういうふうにありがとうっていう思いを出てきたから、そのありがとうっていう言葉を口に出すっていう、まあ、その流れになると思うんですけど、人ってですね、特に余裕がなくなったりとか、不安とか焦りとか分からないですよ、まあ、いろんなこう、まあ、負の感情というか、ちょっと余裕の部分を削ってくる感情に侵食されていくとですね、どん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 言葉が出なくなります。表に出なくなる。で、これ2つちょっと、論点というか考えなきゃいけないところがあって、まず1個目が思いが出なくなるんですよ。つまり普段はありがとうっていう気持ちが出てくる場面で出てこなくなるんです。余裕がなくなるとね、いっぱいいっぱいすぎて、そう、自分の心がトゲトゲしくなってしまうと、そもそもありがとうとか、まあ、自分はありがとうとごめんなさい、あ、自分のね、あ、ちょっと子育ての話になっちゃうんですけど、たまにね、こう取材とか受けるときに、お子さんをどういうお子さんに育てたいですかみたいな、勉強ができるお子さんですかみたいなのがよく聞かれるんですけど、私勉強に関しては、まあ、正直あんまり考えてなくて、まあ学校でやってる教科書の内容はついていける子になってほしいですけど、別に天才になってほしいとか、めちゃくちゃ学力の高い子になってほしいっていうのはみじんも思ってなくて、本人が望んで勉強楽しいっていうんで突き進んでいくんだったら、もういくらでもサポートしますけど、基本的にそこはあんまないんですよ。で、ただただありがとうとごめんなさいがどういう場面でもちゃんと言える子になってほしいっていう、感謝と、まあ、謝る謝罪の気持ちですよね、をちゃんと素直に表現できる子になってほしいっていうのが、まあ、親としての思いなんです。で、ちょっとずれちゃいましたけど、それができなくなるんですよ、人っていっぱいいっぱいになってくると。だから、まあ、まあそもそもこう出てこなくなる。で、この出てこなくなるっていうのは、まあ、まあまたね、ちょっとこう違う考え方が必要になってくるんですが、今回のまあ論点というか、このダラダラ上で伝えたいのはもう一個の方で、出てくるんだけど、思いとしてはありがとうって気持ちはこう出てくるんだけど、それを口に出さなくなるんです、いっぱいいっぱいになると。これは、まあ、全員が全員ではないと思います。でも俺、多くの方がそうだと思ってる。ちなみに俺もそうです、はい、すげえそうだった。今は意図的にかなりこう、なんだろうな、自分の中でコントロールしているからできるようになったと思ってるんですけど、で、これはね、絶対に言った方がいいの。で、それを今回伝えたくて、で、その今回のタイトルにもなってる鮮度が落ちる言葉って言ったんですが、人の思い、言葉にする前の思いの部分ね、どっちかというと、で、どんどん鮮度が落ちます。ありがとうっていう気持ちもちょっと経ったら、その確かにさっきの場面でありがとうって思いはあったなと思うかもしれないけど、その瞬間ね、何かをしてもらってとか何かを言ってもらってありがとうって気持ちが出たものよりは絶対熱が冷めていくの、鮮度が落ちていってしまう。で、ちょっとね、話が行ったり来たりになってしまうんだけど、こう子育てとかね、その親御さんとかの相談も結構たまにいただいたりするんだけれども、自分が、まあ、同じような話をしていて、今回のダラダラジオと同じような話をしてて、例えば、親として叱らなきゃいけない場面ももちろんあるんです。で、これね、俺よく親御さんに絶対やらないでくださいっていう叱り方があって、この前こうだったよねっていう過去の叱りを持ち出してきて言うのは絶対やめた方がいい。例えば、じゃあ何かありました、いざこざがね、お子さんと、まあ、これは別に夫婦間とか、恋人間とか友達間でもあると思うんだけど、何かあった時にグッと我慢した場面があったと。その時はイラッとしたけども踏ん張ったと。で、それをその時は踏ん張れたんだけど、じゃあ1週間後1ヶ月後わからないけれど、何かの場面で喧嘩になりました、その人とプツッとなってしまってね、喧嘩になった時に、あん時は我慢できたんだけど、ていうかさ、
あの時こう言ったけど何なんあれみたいなっていうのを持ち出すのってそれね絶対ダメなんよ。だって例えばその時ね、その時にそれで喧嘩になってってまたその時にまたなんだろうあの時はって出すんだったらまだ俺は筋通ってると思うんですよ。だってその時にあイラつかせちゃったんだっていうのがまあそのなんだろうお互いに言い合ってるからさ、まあ認知してできるわけよ、そのお互いにね。でもあの時何も言わんかったのにみたいな、急にねその後々に持ち出すっていうのは、でこれ結構子育てでもやりがちな方いらっしゃって、まあ子育てしてるとですねやっぱイラッとする場面はあるわけです、自分の我が子に対してね。ある、それはでも逆もそうじゃん、みんなの学生側からしても親に対してイラッとすることはあるじゃんか。で子供がイラッと我慢したことを後々の時にあん時さっていうのってあんまりないと思ってるのね、うん、だけど大人って結構それやりがちで、あの時のさみたいなで子供からするとポカンなんだよね、下手すると、え何のことみたいな。でその何のことって言って覚えてないことにまたイラッとして火に油を注いでさらにこうイラッとさせてしまうみたいな。でそれも同じで、その怒りっていうものの言葉の鮮度というか、まあ、事実が落ちちゃってるからどん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 意味がなくなってしまう。そうだから、まあ、ちょっと話がね逸れてしまったんだけど、まあ、今回はその怒るっていうケースはちょっと置いといて、やっぱりありがとうとごめんなさいっていう、特にありがとうを大事にしてほしいんだけど、今回の話から言うとね、何かの感謝を言いたいと思った時に絶対あごめんなさいなっちゃった失礼しました、ごめんね切り忘れちゃった、あの絶対に言った方がいい。あの例えばなんでこの時期にも言ってるかっていうと、まあ、みんな受験生がね、まあ、結構いると思うのでいっぱいいっぱいになってると思うんです。そう俺もそうだったけどね、すごいいっぱいいっぱいになる。で人って多分人生の中で一番みんながね、高校受験ならまあ14歳15歳大学受験なら17歳18歳だと思うんだけど、おそらく今までの人生で、まあ、トップ3に入るぐらい多分追い詰められてる方いると思うよ。でしょ、でその時にどれだけ、視野を広げられるか、こう視野をこう狭くならずに広い心で余裕を持って過ごせるかっていう経験、それをもしうまくいかなかったとしてもそうやろうとしたチャレンジしたことってめちゃくちゃ価値があると思ってる。すごく大事だって、人生でそんな追い込まれる場面ってあんまないんだもん。そうだから、あのその時にその追い込まれてる時にどう視野を広げるか、どう余裕を持つかっていうところの一個として、ありがとうとごめんなさいをきちんと思った時にちゃんと伝えるってやってごらん。特に家族にやってみるといい。まあ、もちろん、保護者の方の中にはね、ちょっと言葉が悪いよ、言葉が悪くなるけども世間的に毒親と言われるなんなんっていう親御さんもいらっしゃる。もしかしたら聞いてる皆さんの親御さんがそれかもしれない。だそういう人にさ、例えば何かしてもらっていつもありがとうと言ってみたとね、こう今日その例えば料理作ってご飯作ってくれてるもそうだけど思ったんだ、言ってみた、それを言った相手がはあ何なんか買ってほしいの気持ち悪いみたいな言ってくるかもしれん。イラッとするじゃんこっちからするとね、こう言ったのに伝えたのにと思うかもしれないけど、それはね違う、みんなの価値だから。そのね、あの向こうから何と言われようっていうのはあまり気にしなくていい。もちろん ありがとうとか感謝を伝えた時にそれがちゃんと届いてほしいなって、まあ、もうちょっと欲を出すとさ、やっぱり自分が感謝を伝えることで喜んでほしいなって思いって俺はね思っちゃうんよ、欲深い思っちゃう。でもそれは自然な感情かなと思うわけなんですよね。でだからそう思ってそれをぶつけてさ、それが返ってきた時にがっかりするわけよ、こっちからするとシュンってなるけども、あもうこういうこの人はこういう人なんだと割り切って、そのそうね、そう返ってくるのが分かってたわけじゃん、きっとそういうふうにいつもね態度見てるとそうだろうなと思って、それでも言ったあなたの勝ちです。そうまあ勝ち負けで決めるのは良くないと思うけど、でもあえて言いたい、そういう場面に関しては、うん、そういうふうに言われたけども、でもちゃんと言った私って、そう自分が思った言葉それをちゃんと伝えたって、それがすごく大事な事実だと思っているので、まあ今ねいっぱいいっぱいなっててそれを言われてもね、これを言われたところでうっせえなもう分かってるよでもさそんな余裕ないんだよっていう方はもうそれはそれでいいと思う。別にそこを無理やりねねじ曲げてまでいや言わなきゃダメだよとはそこまでは強くは言わないんだけれど、そういうふうにあと自分が心に出てきた感情、特にいっぱいいっぱいの時は負の感情の方が出やすいから、それはやっぱりグッとこらえてほしい。負の感情を持つことは悪いことじゃないからね、妬みとか嫉妬とかそういう感情はいいの、ただ言葉に出すと胸に秘めるはやっぱそこは大きな境目があるからそこは秘めてほしい。でも、プラスの感情基本的に、伝えてもらった人が喜ぶというかプラスになる、ね、ありがとうとか、まあ、ごめんなさいもそうだと思うんだけど、それを
きちんと思った時に言えるっていうのを大事にしてほしいなと思う。言葉っていうのは鮮度が落ちていきます、どん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 。だからこそ自分の心の中に出てきた瞬間が一番鮮度が高い、一番鮮度が高い時に言うから一番伝わりやすいんです。鮮度がいいもの、ね、新鮮なものほど美味しいでしょ。食べ物も新鮮なものほど言葉っていうのも伝えた時に、伝えてもらった時に、心に届きやすいんです相手の、っていうのをぜひ覚えていてもらったら嬉しいですという話でございました。はい、ということで今週のダラダラジオは以上でございます。まあ、ひとまずね、まあ、これを聞いてるのがいつかわからないですけど、まあ、入試とか、まあ、今日本当ね共通テスト終わった日に聞いてくださってる方もいるかと思うので、ゆっくり休んでください。もちろんね休んでる暇なんかないっていうかもしれないけれども、やっぱりなんだろうな、スポーツでも試合があった日にさ、そんなに筋トレバーってやらなくてもいいと思うよね。もし不安にあるんだったらちょっとね軽く英単語やりますとかだったらいいと思うけど、あまり無理しないようにメリハリ大事にして、もう少し本当ねラストスパートになると思いますので、頑張ってもらえたらと思います。それじゃあ今週のダラダラジオは以上です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週ね、バイバイ。